お疲れちゃんです。スラットです。だけど今回もクラッシュロイルやっていくんですけど、今日はですねこちらのボーラースケラフリーズデッキやっていきたいなと思います。スケフリですね。久々に使う気がするんですけども、まあ今ですね、なんとスケラ自体がそこまで強くないです。マザーネクロズですね。もうマザーネクが流行りに流行って、もう流行りまくってます。全ての体育がマザーネクロになってると言っても過言ではないくらいね、マザーネクロが流行ってるんですが、まあそれによってスケラデッキがね一時期めちゃくちゃ流行ってたのに、もう今ほぼいない。まあ使われてるスケラデッキで、まあ、遅延スケラデッキ、めちゃくちゃね有名なアイスイズベビドラトルネが入ってる、スケラデッキはまあたまにいるんですが、もうそれ以外のスケラはぶっちぎりほぼいないと言ってもいいぐらいいないんですが、そんな中でこのねボーラーインフェ型のスケラがちょいと使われてまして、でグラッチで12勝とかもね、されてたので、これ使っていこうかなと思います。で今の相手はねこう内側ディガーでね、逆サイドのタワーのターゲットを取ってるねおしゃれディガーの位置でしたね。さあおしゃれを極めてますが、僕のこのスケラはね守れることができるんでしょうか。さあフリーズだけ構えてね、パッキーン。まあウッドでね華麗に防衛されてしまうかもしれないんですが、いやでも意外と入りますね。そこそこ入る。でここのねカウンターを抑えれば勝ち、抑えれなければ負けっていうね、そんな感じです。よいしょ。さあゴブリンでね、できるだけディガーを早めに溶かしてあげたいな。いやーこれね出すか悩んだな、悩んだ。うお、出すか悩んだけど出さなくて正解でしたね。さあなんか対戦相手うまい衆がバカ香ってますね。ヤリゴブコウモリ、高回転のディガー削りデッキで、まあテスラーとかだと思うんですよ。残り1個、まあワンチャン迫撃、まあ多分ないかな。まあなので、まあとりあえず普通にユニットを組んでカウンタースケラ打ちたいですね。スケラープラスで穴埋めてれば僕のダメージはめちゃくちゃ入るので、まあ相手より削れるかっていうところですよね。さあスケラ打っちゃって、あいいナイトだ、いいナイトだ。さあこのテスラコウモリがねマジで強いっすよね。本当に強すぎるんだよな。テスラが下方してほしいですね、ちょっとだけね。さあでまあここ裏ディガー来たら拾うで、ウォールブレイカーにはまあ一応矢の飴があるんですけど、攻めで矢の飴打ちたいんだよね。うわうまい、絶対うまいこの人普通じゃねえな。今のもギャング分かってのディガープラスの5でしたね。僕はガーインもします。で逆サイドはおられなければいいので、こんな感じで無視してあげてね。暇すぎるな、ちょっとだけね、ちょっとだけ暇だから攻めてあげて。うわ攻めやな、めふっ、いやいいで、ウッドか、オッケーオッケー。いやいいねいいね、いげ耐えてる耐えてる耐えてる。でここで絶対もう一回なんか来るんですよね。でもう一回守ります。ディガーからのウォールブレイカーとかもありますね。さあまあギャングでねコウモリをねちょっかい出しつつ、まあ、相手は5を打つ。オッケーオッケー、打ってきた。これねワンパンします。マジでヒギワンパンです。ここでワンパンできなかったら僕負けなんでね。パッキンしてえな。さあ矢の雨からのパッキンして、これねスケラが入るというよりかはこのユニットがねオッケー止まんなくて、おぶな、あれ今なんか普通にあれ5が早かったら今負けてましたよね多分。なんか220あるわ大丈夫やとか思ってたっすけど、マルチだと250ぐらいあるっすもんね。ファイボ危な、今 0.1 秒ぐらいの差で勝ちましたね。超ギリギリだな。まあまあ相手の攻めでねめちゃくちゃうまいですね。ディガープラスファイボとか使って、攻めてきてるのにコストがねないはずなのに、まあ、テスラとコウモリでねちょっと綺麗に防衛されてましたが、まあ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 、まあ、ギリギリすぎる強でしたね。基本的にはね、マジ、ボーラーいるんで、もう守ってカウンターで、スケラ打ってフリーズ打ってば、まあ、基本的には勝てると思うんですよ。で、インフェもあるので、まあ、ゴレ、ラバー、エレジャイですね、最近だと。まあ、その辺にも戦えるという感じですね。で、インフェの弱点が、まあ、親衛隊とかロイホグとか、まあ、細かいのなんですが、そこをね、まあ、ボーラーは、その細かい系に強いので、まあ、養ってあげてるというか、カバーしてあげてるっていう感じですね。とりあえず、ボーラー出そうかな。ボーラー出してから様子見ます。このギャングがねスケラーではねウッドとかを矢の雨とか防衛で使いたいので、スケラ防衛にウッド矢の雨を使うとこのギャングがね、まあ、無双するよっていうギャングですね。まあ逆にこのギャングにね
ウッドとかを相手は使いたいけど、使うとスケラー守れないじゃんっていうので使いにくいって感じかな。さあ今回ゴレっぽいですね。ゴレでちょっとサイクル的にも暇なのでインフェ置いちゃってね。相手も暇してますね。相手も暇しててライトニング打ってきた。まあここはメガゴで守って、まあカウンタースケラー打ちたいよね。メガゴ残るよな。あっつい、残ったらスケラー打つだけですね。でタルババ相手にはこの1個奥からのなんか変な位置のね、こんな感じのスケラーの位置が強いです。で普通トルネレベル13だとキング起動はできないですね。まあ、でもキング起動しようとしてきたってことはトルネ12の可能性もありますけど、多分あの内側の結構大きめのスケラー打ったからキング起動できると勘違いしたと思うんですよね。さあまあとりあえずここは待って、ギャングが出てね、ギャングが出てね、オッケーオッケー。まあ、課題作って、でインフェにもしかしたらてか普通に確実にねライトニング打たれると思うんですよ。ライトニング打たれると思うんだけど打たないでほしいな。打たれたら速攻防衛します。いや打たんのかい、いや打つんかい。さあ、いやこれはね神フリーズが決まるんですよね。いやでも相手のこの攻め取るのもうまいですね。で矢の雨が強い、矢の雨が強い。オッケー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 、いいですね。ボーラーギャングで相手のタワー落としたのもなかなかいい攻めでしたね。さあ最後はこのスケラープラスバルキリー打ってフィニッシュという感じで、多分大型にはね結構強いと思うんですよね。インフェルノタワーあってフリーズもあって、あと矢の雨ですね。ゴレの光栄ダクネセットだったりラバの、パピーインフェルドかして矢の雨で全処理とかもできるので比較的大型に強そうなねスケラフリーズですね。でマサネクがねいたらマサネク対処できないじゃん、ファイブじゃないしってね、まあ、なると思うんですけど、マサネクで豚生まれてきても全部ボーラーで回収できちゃうんですよね。まあ、なのでマザーネクロいる今の環境でもこのデッキは戦えてるのかなと思います。しかもスケラ打てば確実にダメージ入るんでね。そうそう、マザネクが攻撃できなくなるのでその間にね、まあ、豚は来ないし、まあ、もし来てもボーラーで全回収って感じだと思います。よろしく。なんか昔はねこういうボーラーフリーズにアイスイズとかが入ってたんですけど、アイスイズメガゴ墓石のボーラースケラフリーズとかめちゃくちゃ僕ねほんと3年4年はいかないけど、まあ3年前とかすごい使ってたんですが、ちょっとね使い慣れた感覚がありますよね。このインフェ型のねバルキリーメガゴスケラですね。まあ、フリーズがちょっと好きすぎるんでね。さあ暇なのでメガゴを出していきます。まあ、別に序盤動く必要はないと思うんですけどね、この僕が後半でも強いので、なんなら後半の方が強いかもしれないんで、まあ、動く必要はないかもしれないんですけど暇なので動きます。さあババコヤで、こういうババコヤとか置いた瞬間ってコストないじゃないですか。今言ってる相手こう4コス5コスしかないから、こう攻めてあげると普通これだけでね結構タワー折れるぐらいまで行くんですけど、まあ、防衛ポイズンされてしまうとまあ、そこまで入らないですよね。いやでも結構入ったな、結構入った。かつ相手がアイスイズも出してきたので相手もスケラなのかなっていう印象がありますね。さあここはこんな感じ、待って、お前それだけはやっちゃあかんだろ、バカ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 。いやしかもこれ逆サイさあスケラ打たれる可能性もあるんですよね。なので一旦ちょっとだけステイしますね。マジかよ、そんなことある、痛すぎ。でこっちも来るでしょう、両方来る可能性がありますよね。さあでこれはボンバー矢なんで、ボンバーバルキリー早めに矢の雨で処理して、オッケーオッケー、タワーとバルキリーで守ります。あー相手もフリーズですね。いやこれはギャング出さなくても一発ぐらいだし、フリーズポイズンや今回の相手、えギーの引いたな。ってことはタルババ系がないのかな。さあ、あ待って、スケラ多すぎた、これやばい、キングドされる、キングドされる、マジで本当に笑えん、本当にやばい。金起動されたらスケラダメ、終わりなんですよ。本当に。それだけは勘弁。おお、お前バカバカ。ああ、やっちゃったー。やっちゃったねー。まあまあ、フリーズだから、フリーズだから助かるみたいなことないかな。さあ、バルキリー強いのと、あとはまあ防衛でね、サクちゃん使って、まあ、あと相手メガゴの受けとかちょっと辛そうっすよね。まあ、マジか。まあでもこれ、攻めフリーズゲーですね。タワーとあそこに、あーまあ打たなくていいか、これは打たなくてよさそうですね。
いや、こうなったらやばい。こうなったら真面目にダメージが追いつかれる可能性があるんだけど、ユニットを全部固めまくれば普通にある気がする。さあ、柳使いたくないな、正直。まあでも使わざるを得ないですよね。相手のこの端前ボンバーなんないやマジでちょっとでもダメージ稼ぎたいよっていう。さあ、スケラ打ってフリーズも欲しいよな。これあんなフリーズするだけでさ、このメガゴとかが残るんですよね。これユニットで攻めるね。オッケー。いや、取り直し。いや、入る入る入る。ボラ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 、熱い。え、熱っ。ボラも頑張りすぎやねそこまで求めてはなかったけどな、別に。よしよしよし。相手はスケラ打ってきた。打ってきたら打ってきたで、これハードカウンターがね、待ってます。さあ、これ多分柳いらないんですよね。ボーラーがね、全部タゲ取ってる。よし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 。さあ、スケラね、打ってあげて、ふいふいふい。まあ、フリーズもやっておきましょう。やっとけば、防衛ポイズンしててもスケがね、一発二発殴ってくれます。よしよしよし。いや、ほんと地味なダメージ。で、僕の負け筋は、攻めで穴飴を使ってしまうことですね。攻め穴飴打ちたいんですけど、バルキリーがサクッた。オッケーオッケー。あー、オッケー、ナイス石。ナイス石、オッケーオッケーオッケー。危ねえ。キング起動、マジ、スケラはね、キング起動されたらもう負けだと思ってください。なので、こう逆に、対スケラをやるときは、トルネでね、相手のキング起動できそうなユニットをめちゃくちゃ狙ったりだとか、まあ今みたいなシーンはないと思うんですけど、本当にね、マジされるので、キング起動だけはされないようにね、気をつけてください。今回だと、特にボーラーがね、トリトンで引っ張られてキング起動とか、まああとはあんまないと思うんですけど、そういうこともよくされてしまうので、トリトンで金ギドされそうだなっていう時は、もう無理やりスケラ打ってフリーズまで打ったりとか、まあ、どうにかされないようにね、はい、そこだけは意識していかないと、あっさり負けちゃうんだよね。マジかってなっちゃうんだよね。さあ、アイゴレヒースピだな。まあ、スリマスケッティや。あー、で、この、バルキリがたまたまない。あ、でもここ、いいカウンターにね、なりそうな気がするんですよね。いやでもこれバルキリー出しても3死で受けられたらちょっと嫌なので、ここはあえて一旦何もせず普通にスケラ打っていきます。でフリーズで何なり1本折れたらこれですね、さっき僕が言ってたこと。オッケーオッケー。これでボーラーがキング起動されたら僕負けなので、ここだけはね、オッケーオッケー、無理やりね、もうやりすぎやろって感じなんですけど、キング起動されたら僕負けなので、まあ負けるよりかはこのカウンターでダメージ受ける方がまあマシでしょっていう。いや、ヒースピ強え。いや、ヒースピ強っ。ちょっと待って待って。強すぎん？おい、んー、ゴーソ？ゴーソ？ゴーソ強すぎん？いや、ゴーソ強すぎん？いて、いて、いて。まあ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 、オッケー、両方耐えますね。で、相手は、お？ 3 死じゃねえのか。なんか、エリーババとロイグ入ってますね。いや、だから、いや、でも入ってるか。3死ライグの言うのとかをこれにしたんだと思うんですけど。いや、これスケル打ちてえな。打っていいと思うな。普通にきつい気がするけど。どうなんやろ。そう、まあできるだけ、ね、耐えたいですね。耐えたい。耐えてしまえば相手ロイフグだから、一発もダメージ受けないプランが、まあできないことはないよねっていう、きついけどね。さあ、まあ引っ張られてもらって、あ、引っ張られんな。これ、入れたらダメ。入れたらダメ。バカボコ、いった。さあ、まあまあ、あと75これ耐えます。僕の勝ち筋これしかないです本当に。75耐えるしか勝てないっていうね、まあ、やばい世界ですね。で絶対確定でヒースピ飛んできます。確定でヒースピ飛んできます。まあでもこれフリーズで、フリーズで、オッケーオッケー。いや、オッケーオッケー。豚一発も入れさせるなお前。オッケーオッケー。いや、ナイスナイスナイス。タルババ使ったな今。いや、これでもセミフリーズも欲しいな。いやー、これゴーストが強えな。いや、75耐えろ。これインフェもう一個上にしないと多分やばいかもっすね。うん、いや、これ耐えます。マジで世界変えます。変えたい願望。よしよし。あ、無理でしたね。いやー、これはなんだ、あのヒースピ、あのヒースピですよ。やられた。なんかゴーストエリバーだっけ、ミリ残りで。あれで受けるしかでもなかったよなーっていうね。
あれはなんかもうどうにもできなかった感があったな。ヒースピつけられるだけで全部いけちゃった。その後の受けがね、良くなかったかもしれないな。ギャングがゴーストとリババのターゲット変えちゃって、全員いかれちゃってたな。ああいうところですね。もったいないですね。さあ、いったザップですね。もうザップの時点で、ギャングが強いのとスケラが強いですよね。メガホ？ラバかな？ラバぐらいしか考えられないけど、あ、ジャイプリディガーもゼロではない。ああ、来ましたね。で、ジャイプリはね、気持ち受けがないんですよ、このメッキ。まあ、見たらね、わかると思うんですけど、だから、最悪スケラ防衛とかをしてもいい世界線があります。よしよしよし。いや、でもこれは、今、プリンス、メガゴも咲いてるんで、単純にこれが強い。ああ、ライドラか。こいつ攻めちゃおうかな。このね、この、バルキリーとボーラーが残ってるだけで、バカ入ります。オッケー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 。で、もしここで攻められても、ジャイはね、インフェで釣って、遅れてメガゴでいいと思います。てか、なんならいらないかもしれないですね。さあ、あ、ザップがあんのか、でも。こっちに寄せて、インフェにね、働いてもらいます。ああ、めっちゃいい防衛。めっちゃいい防衛で、これ、なんならギャングとかで攻めてさ、ね、陸使わせてインフェで焦がすみたいな手も、まあ、ないことはないですが、まあ、相手、まあ、あと900まで削ってますし、ここはね、イモります。イモってイモってイモって、相手のプリンス受けるのがどうしてもしんどかったらスケラ防衛します。さあ、ボーラーから。いやー、スケラ受けしてもいい気がするんですけど、別に5コス使ってボーラー残したところで、みたいな、とかありますよね。一旦ギャングとか、ね、さあ、左側さよなら、ライドラですね。これライドラがね、意外とやばい。けど、ここ多分攻めちゃったら、よりいい気がするんだよな。大体はこのメガゴが辛いでしょ？オッケーオッケー。攻めて攻めて攻めて、一本取っちゃって、あとはもうね、逃げ切るだけっていうのが理想。で、このジャイはインフェで溶かす。で、ライドラですね、問題は。あれでも、パッキンしちゃえばいい気がするんだよ。で、絶対壊しに来る。うん。よしよしよし。よし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 。さあ、ヤナメで食っておきましょうか。ライドラは意外とヤナメで HP 削れるんで。これ、金軌道も狙えたな。これ、逆サイプリンスとか。うん。コーナーいい。さあ、相手が全然攻めてこない。残り10秒で。10秒で。さあ、インフェで焦がす。で、届かないんだよな。それが意外と。ザップ来たけど、フリーズからの、ギャングからの、後ろにディガー。完璧すぎる。さあ、なんなら最後にね、ああ、このインフェの後ろにユニットを出すと、インフェ、ユニット、タワーで、キング起動もね、できますので、とどめのキング起動もね、はい、皆さん狙ってみてください、という感じで、スケフリーですね。まあ、三重士には負けちゃったものの、結構ね、普通に今強いと思うので、皆さんぜひね、このボーラー、スケラーフリーズ、ぜひ使ってみてください、というわけで、終わります。よければチャンネル登録、高評価、コメントともよろしくお願いします。ではお疲れさんでした。またね。